皆さんこんにちは、ゆうこです。なほみです。さあ2020年一発目のホームゲームがここ千葉ポートアリーナで開催されようとしています。そして本日はギャビン・エドワーズ選手のお誕生日です。おめでとうございます。さあバースデー勝利となるのでしょうか。それではダイジェストをご覧ください。どうぞ。ジェッツチャンネルは熊谷工業とサテライトオフィスの提供でお送りします。第1クォーター、富樫のパスを受けた原が3ポイントを沈め先制します。秋田はキーナンが3点プレーで反撃します。富樫が持ち込みパーカーへ。パーカーが華麗に相手をかわし2得点スクリーンを使いフリーになった田口が3ポイントを沈め試合をリードします。秋田、野本がゴール下を決め千葉を追いかけます。秋田7番野本。クォーター終盤、サイドでパスを受けた晴山が3ポイントを決め21対17の千葉リードでクォーターを終えます。第2クォーター、コートの合わせでフリーになったギャビンがダンクを叩き込み先制します。秋田は古川がバンクショットをねじ込み2得点千葉を追いかけます。ルーズボールを奪った千葉、フリーになった晴山がこの日2本目となる3ポイントを沈め秋田たまらずタイムアウトをコールします。秋田のターンオーバーから千葉が速攻、晴山のループパスを藤永がダイレクトに決め点差もこの日最大の2桁へ。追いかける秋田、細谷が3ポイントを沈め点差は1桁に戻します。田口、ギャビン、原とリズムよくパスをつなぎ最後は原が3ポイントを沈めます。終盤、秋田、キーナン、伊藤の連続得点で点差を詰められ40対36の千葉リードで前半を折り返します。第3クォーター、田口がドライブで切り込み、パーカー、さらにギャビンと華麗なパスワークで3点プレー、会場を盛り上げます。ギャビンのスティールから富樫が速攻、高速ドライブでディフェンスをかわしレイアップ、再び点差を2桁に広げます。田口のクイックな3ポイントも決まり千葉がリードを広げます。古川が3ポイントを沈め粘りを見せます。クォーター終盤、富樫がギアを上げます。ドリブルでディフェンスを揺さぶりレイアップを決めると、ウィングでパスを受け3ポイント、さらにはミドルシュートを沈め74対57の千葉リードで最終クォーターへ。第4クォーター、千葉は勢いそのまま晴山の3ポイントでさらに点差を広げます。藤永のタフショットも決まり会場の盛り上がりは最高潮へ。秋田は細谷が3ポイントで1人気を吐くも、原がゴール下に切り込み2得点、流れを渡しません。晴山のこの日4本目となる3ポイントも決まり点差は30点へ。甲が華麗なアシストからダンカンのゴールを演出し追加点、最後まで千葉がリードを保ったまま96対75で2020年最初のホームゲームを勝利で終えました。96対75で千葉ジェッツの勝利となりました。とてもプレッシャーが強いチームだったので、秋田さんはもうそこを自分たちはそのプレッシャーに負けないでいつも通りの自分たちのプレーをすれば勝てるっていうことをコーチ陣に言われて、まあ、最初入りは少しあたふたした部分もあったんですけど、後半につれどんどん良くなってたと思うんで、とてもいい試合だったと思います。移籍してからあまり自分の調子が上がることがなかったんですけど、まあ、今日みたいな試合を続けれれば本当にチームの勝利に貢献できればなおかついいと思うので、本当にこのプレーを継続していければなと思います。はい、ありがとうございます。何歳に？27です。27歳、27歳のオフ、優勝したいですね。いつも応援ありがとうございます。これからどんどんジェッツは強くなっていくと思うので、絶対なるので、会場に見に来て皆さんのエナジーをくれれば僕たちもとても嬉しいので、これからも応援よろしくお願いします。ということで本日の試合結果は96対75で千葉ジェッツ2020年初のホームゲームを勝利で終えることができました。このまま上昇気流に乗り5連勝を目指しましょう。千葉ジェッツ、次回のホームゲームは1月29日サンロッカーズ渋谷との対戦で石井康介選手を迎え撃ちます。引き続き熱い声援をよろしくお願いします。
それではワン、ツー、スリー、ゴー、ジェッツ。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業とサテライトオフィスの提供でお送りしました。